さあ始まりました長島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。4年ぶりに海外旅行にね、はい、韓国へ行ったわけでございますけども、うん、今回はですね、うん、その自分たちがしっかりと準備した情報を皆さんにぜひシェアしたいと思っております、はい、ですんで韓国旅行で使ったアプリですとか、うん、公共交通機関での移動の仕方とか、まあ、旅の注意点などなど、はい、この実際の映像とともにですね、メリットデメリット、これは良かった、これは大失敗だったとかね、それをまあちょっと詳しく解説したいと思います、はい、いやいや他にもこんないいものあるよというね情報をお持ちの方はぜひ、コメントでお寄せください。また純粋な動画の感想ですとか、あとわからないことをちょっと聞いてみたいなどありましたら、うん、ぜひぜひコメントをお寄せくださいませ。よろしくお願いいたします。最初は、はい、スマホの中に入れたアプリの話したいんですけども、5つありまして、まず1つ目がパパ語でございます、うん、これ無料翻訳アプリでございまして、韓国語はもちろんのこと英語とかね、うん、なんか13の言語に対応しているということなんですね。このスマホの中には Google 翻訳とか Google レンズなんかも入ってて、うん、同じようなことはできるんですけども、使いやすいというか、韓国の方ももちろん英語すごい喋れる方多いんだけど、お互いの母国語で喋ると大変なことになってて、共通の英語で喋ろうと思うとそれも拙いからよく分かんなくなって会話が成立しないっていうことが結構あるので、そういう時はこのパパ語いいかなって思います。説明とか全部ちゃんと訳してくれて、それをスクショして人に渡した時に画像もあげるみたいな。そして2つ目がですね、ネイバーマップ、コネスト韓国地図っていう、どちらも地図系アプリなんですけども、 Google マップだと韓国では使用できないところもあるそうなんですよ。ネイバーマップっていうのは現在地が比較的正確に出ると。ただ日本語に対応はしてるものの、検索する際にコツが必要という。で、一方このコネスト韓国地図っていうのは現在地の把握がね、ほんと難ありで、だけど日本語検索がしやすいんですよ。だからこちらで目的地を把握して移動する際はネイバーマップを使うと、そういう使い方をね、我々はさせてもらいました。ネイバーマップの、うん、そのお店情報はすごくいいらしくって、うんうんうん、カフェとかも、そう、カロスキルのちょっと入ったところのカフェもね、うん、そのネイバーマップの口コミなんかで、はい、行ってみたと。すごいあれ有名なとこらしいよ。だからそこまで、ね、クロワッサンが有名なの。何やってんだろう俺チーズケーキ食べちゃったよで、タクシーを使うんであればウーバータクシー、そしてカカオタクシーっていう配車アプリっていうのかな、うん、このウーバータクシーは入れといてもいいんじゃないかなと。いや、もう全然いいと思います、はい、ただ、はい、なんか韓国でウーバータクシー使った時にいろんなこと確認されたんよね。ウーバーのアイコン変更しました。そうです。確か衝撃のウーバーのアイコン変更されたよ。まあいいよ。で、うん、行き先をもうちょっと調べてみたいよね。うん、じゃあ場所、場所、場所、配車する場所を決めないといけないし。で、乗車場所をどこにする。乗車場所がじゃけ分からんけ、どうしたらいいんだろうなと思って。確定するね。利用条件 UT LLC が手です。 UT アプリよ。 UT って何？ウーバーだって。さっき UT に変えますって書いてあったじゃん。怖い何なんこれ初めての車がどれが今マッチング中だもんね、うん、いない可能性大だねこれ。さっきいっぱいあったけどね。ねえ、いやもう変な日本人の客だわってなっとるよ。まあね、ほら現地周辺ドライバー探してるけど出ないみたいな。ありゃ切ってみようか、うん、これ、うん、ありがとう。我々がウーバータクシーを初めて使ったのがちょっと外れだったんですよね、うんうん、タクシーが乗り込めないところでもっと出たところで使おうなんて言ってたら、もういきなり残り1分で着きますって言われて、そっから走るっていう。勝手に開けるごめんなさい、すいません。タクシー中島直樹ホール
すいません。友情そんなのもあるけど、うんうんうん、やっぱりあった方がいいし、そうそうタクシー乗るときは、はい、あの大体の料金も、はい、その乗る前に分かるから、そういうのがすごく安心だし、うん、乗ってる間もそこに行ってるよねみたいな、ちょっと地図をね、確認、疑ってるわけじゃないけども、疑ってる俺本当疑ってる。でもそれを見ながら、うん、あの現地まで行くことができたっていうのは、うん、まあ、安心だったね、はい、絞るのは3つかな、はい、パパゴネイバーマップ、そしてウーバータクシー、すべ、うん、て素晴らしいんですけど、一つだけ使ってて怖いのは全部無料なんですよ。なんで無料なのっていうぐらい使い勝手が良くて、ちょっと怖くなります。広告なんかも一切入らないし、分かる方コメントください、はい、はい。さあそして、はい、準備編続いてはですね、海外でスマホを使えるようにしたい、いろいろ勉強いたしました。方法がいくつかあって、キャリアのローミングサービス、うん、通信事業者のサービスエリア外で通話や通信ができるようにするっていうのが、まあそのローミングサービスっていうことなんですけど、デメリットはやっぱ高いの。あ、ただ1点、NTT ドコモのね、アーモってあるじゃない、うん、データローミングっていうのがあって、それをオンにしたら追加料金なしで海外でそのまま使えるんですって。だから我々を助けてくれた女の子もこのアハモ使ってますということで、海外行かれる方はね、アハモ。そしてもう一つが、4年前の旅行で使ったレンタル Wi-Fi。 いい点はみんなで使えるんです。大人数でワイワイ行くよとかっていう時、複数人で使えるっていうのはちょっと大きいかなという。ただこれデメリットもやっぱりあって、借りに行ったりだとかで返却をしなきゃいけないとか、窓口にわざわざ行かなきゃいけないし、案外かさばるのよね。やっぱりね、 SIM を変えるって、うん、これがいいなということで、ぜひおすすめしたいと思います、はい、でこの SIM っていうのは電話番号などのデータが記録されている IC チップのカードなんですよ、うん、今ある SIM カードとは別に海外で使える SIM カードを買うっていうのがこの方法なんだけど、物理 SIM と eSIM っていうのがあって、でこの物理 SIM というのは現地に行って空港で、まあ、いろんな店舗の窓口があるのでそこから選ぶこともできるんだけど、やっぱ怖いので日本国内にいる時にインターネットで手配するっていうのもできるんですけど、早めに手配しないといけないっていう大変さはあります、うん、あのデメリットは元あるカードとの差し替えが大変なんですって。これ我々やってないんでどれぐらい大変かは分かりませんけども、まあ想像に難くないよね。だってピンで刺して出して外してそれ戻して、そしてこれがその普段使っている電話番号が入ってるわけだから、これをなくさないようにするっていうのがものすごいストレスみたいで、このデメリットを排除したのが eSIM でございます、うん、eSIM っていうのは何かというと、今もうすでにこの中島直樹の電話番号が SIM カードに入ってポコッとこう刺さった状態で、その状態のままもうデジタルデータとしてこの中に入れちゃえるっていう。そして自分たちは eSIM にしまして、購入したら数日後郵送で送られてきて、うん、あの Android とそして iPhone のそれぞれの設定方法があるんですけど、まず事前確認として、設定から一般情報 SIM ロック、この項目ご確認いただきたいんですけども、 SIM ロックありの場合は日本でご契約の通信会社にて SIM ロック解除が必要になると。もうここでね、やだって思わないでください。もうほんと簡単ですから、もう窓口にさえ行けば。設定を始めるんですけども、今度は設定からモバイル通信に行って、そしたらね、 eSIM を追加っていう項目があります。これあくまで Y モバイル、我々が使っているそのキャリアでの話になるんですけども、 eSIM を追加、そして QR コードを使用をタップしますとカメラが起動します。で QR コードを読み取ってもらうと、そしたらね、 eSIM をアクティベートっていうふうに表示されるんですけど、これされる場合とされない場合があるそうですよ。で続けるをタップして、今度はモバイル通信プランの名称、これはね、まあ絶対必要っていうわけでもないんでしょうけども、国内で使ってる回線は主回線っていうふうになってるんですが、新規 SK テレコムプラン名称を副回線
というふうに登録します、はい、そしてデフォルト回線 iMessage と FaceTime モバイルデータ通信、モバイルデータ通信の切り替えを許可はオフにしてください。そして主回線を選んでいただくと、お客様の番号をオンにして eSIM の方はオフにしてください。これまだ日本にいるんで、はい、そして到着しました。到着したらもう今度は逆です。今まで日本国内で使っていた番号をオフにして韓国での電話番号を逆にオンにする。で、あの右上に LTE って表示されたらいけるぞと、はい、電話番号が付与されるから、うん、ホテルの電話番号を登録する人もいるらしいんだけど、うん、やっぱりこう自分の携帯にねそのまま電話かかってきたりの方がいいわけですよね、はい、うん、ということでございました。これはなかなか eSIM は本当にこれからもずっと eSIM だね。そうだね。でコロナ禍対策として誕生したであろう、あの韓国入国時の検疫手続きをスムーズに進めるための Q コードっていうのがあって、これぜひやってくださいとツアー会社からもお願いされたんですけども、これ2023年7月15日に廃止されております、はい、で我々ももう恐れだからちょっとやってみました。そしたらちゃんと登録もできたし Q コードゲットして、紙アナログで持つのと、そしてデジタルの状態で持つのと、ま、全く使わなかった。必要なかったです、うん、大丈夫です、はい、Q コード、現時点では、使っておりませんので安心してください、はいはい、そして今度はですね LCC のお話でございます。今回はチェジュ航空に乗って、うん、広島発インチョン空港着の便に乗っていきました、うん、はい、今回 LCC 初めて乗るにあたっていろいろ調べたんですよ。そしたらやっぱ低評価は遅延、帰ってきたその日の夕方からお仕事があったの で、うん、うね、もうチェジュ遅延でめちゃくちゃ調べまくったんですけどあの1時間ぐらい遅れるっていうのは結構上がってきてて、うん、最長私が見た中で8時間遅れたっていう人がいらっしゃって、 それでちょっと震えてたんですよ。震えてた。我々が広島空港着いた時にはもう3時間前に着いちゃってめちゃくちゃガラス気だったんですよ。だけど窓口が開いた瞬間、まあそれより前にもう行列ができてるんです。でそのツアーもそうだったんですけど、 LCC ってこう有料で課金すれば席も決めれるんですけど、我々はもうそういうことをしたくなかったので、結果は3時間前に行って、うんうん、ラッキーでした、はい、あのちゃんと並びが取れたので、ぜひ皆さんもちょっと早めに行って並びゲットしてください、はい、意外に LCC で見落とされがちなのが荷物の重さ。預け荷物が15キロまで、うんうん、手荷物が10キロまで、はい、で、うん、大きいスーツケースを準備してたんですけど、うん、もう行きの時点で11キロ、中を半分開けてたんですよ。そうで、お土産を入れてなんとか15かなと思って半分開いた状態で乗せると11だったのね。 11.4 ぐらいもう震えてもう何も買えないお土産っていう。韓国行くとコスメ買うじゃないですか、うん、結構水分のものが多いんですよね。だからパックとかも薄いけど結構な重さあるし、化粧水とか買ったらもう水だからめっちゃ重いので、これはもうめっちゃ注意してください。もしかしたらちょっとこう中くらいの2つ持ってった方が偉いかもしれないなと。偉いかもしれないね、はい、はい、実際乗ってみると座席はそんなにもういつもの感じでした、うん、そうそう。で、あの機内エンターテインメントもないから嫌だなと思ってたんですけど、任天堂スイッチを持っていって、はい、余談ですけど任天堂スイッチを持っていくにあたってケースを買ったんですよ。これ皆さんぜひ言っておきたいのは、ケース早く注文しないと届きませんよ。イシムと一緒やろ。出発して入れ替わりで届いた。でもその機内でゲームができないぐらいあっという間に着くね。あ、本当にオンタイムに出発するし、うん、荷物も遅く出てくるって聞いてたのにめちゃくちゃ早く出てきたね。そう、私たちの方がのんびりしすぎちゃったみたいな感じだったので、ちょっとそこは意外と大丈夫なんだなっていう、うん、韓国着いて、わ、これはぜひ皆さんにシェアしたいっていう情報ありますか？インチョン空港からソウルまで、うん、はい、まあ、いろんな行き方があると思うんですけど、うん、私たちは空港鉄道を使って行ったんですけど、それのまあチケットの買い方が特殊というか、
オレンジ色と青色とかね、そういうふうに分かりやすくなってるんですけど、売り場が2箇所あったりとか、まあ、いろいろあるので、まあ、基本的には機械に向かってやるんですけど、まず言語を選ぶところがあって、うん、日本語を押せばもうほぼほぼ大丈夫です。シールできるわ。シールできるわ。乗車人数を選択した後、確認ボタンを押してください。グリーン。購入方法を選びください。バウチャー。乗車券購入。こっち？おお。乗車券購入。こっち？おお。現金かクレジットカードで入れてください。クレジットカードで行こう。なんだ？なんて言ってるの？わかんない。承認されるまでカードを抜かないでください。もう出た。え、乗車券発行が完了しました。3号車の12番 D と事務所。ありがとう。あ、それわからんかった。ずっと立っとったわこれやばいやばい。そのエリアに T マネーカードというのがあって、韓国でまあいろいろ移動するときに使える T マネーカードなんですけど、うん、チャージしておくとピッピッって改札でこうかざしてスッと通ることができるので、これがあると結構ね、うん、バスでも電車でも使うことができるので便利だよね、うん、お金出してくれ。1貨幣を挿入する。え、これ2枚買った方がいいよね。お、2枚買おう。あ、面白い。ありがとうございます。すいません、チャージは向こうだって。今度はここ交通カード発売機です。ご希望のサービスを選択してください。交通カード発売を選択しました。交通カードを載せてください。載せる。これか。うん、やっぱもう載せて。充電金額を選択し、現金を一番ワン。ないんや、お金が。え、うん、早っ。取るのが早い。充電中です。しばらくお待ちください。充電が完了しました。領収証が必要な方は領収証発行ボタンを選択してください。しかもよく分かんなかったら現地の方がついてくれてて、すごくこうドライな感じで指さしてくれるんで。さあ。刺身かなんかで。ペンでした。あ、ペン。はい、ここ。はい、ここ。うん、先生がいるんよね。はい、うん。コンビニなんかでどんどんチャージすることもできますね、T マネーカード。うん、ただこの T マネーカードも中に残金がある状態で帰るとお金を取り返すことができなくなるんで、ちゃんと換金して、帰国するようにしてください、うん。あとですね、オリーブヤングっていう、うん、今回コスメを買いに行ったんですけど、うん、ミョンドンでのオリーブヤングってもう芋の子を洗うような状況だし本当に戦場なんですけど、カンナムのオリーブヤングではすごくこう人が少ないんですよ。いろいろと、はい、対応してくれたり、おすすめなんかも教えてくれるので、落ち着いて買い物できると思います、はいはい、ぜひ、はい。今回カンジャンシジャンというところにも行ってきたんですけども、カンジャンシジャン、まず夏に行くと超暑いです。はい、もうとてつもなく暑いんですよ。今回の旅を2本の動画にまとめたんですが、カンジャンシジャンは詳しく取り扱っておりません。実はですね、その我々が行ったところのお店が、まあ、そこまでこうハマるほど美味しい感じじゃなかったんですね。たくさん屋台が並んでる中で、じゃあなんでそこのお店にしたかというと、お客さんがたくさんいたのでそのお店にいたんですよ。やっぱ流行ってるように見える。お客さんがいる、ああじゃあ流行ってるイコール安心するんですよね。で、安心だから座るじゃないですか。で、食べてみると、そんなにかなっていう感じなんですよ。だから、お客さんが多いイコール安心ではあるものの、かといって自分たちの好みに合うかっていうと、そうじゃないというのはぜひね、ご理解いただいて、このあたりは少量ずつ頼むのがありかもしれないね。一回座ったら覚悟決めてドーンと頼むんだけど、まずは一つだけ注文して、美味しかったらどん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 追加で注文するっていう、本当にこう屋台をはしごしていくぐらいの気持ちで行った方がいいかもしれませんと。そしてね、私がもう出発前から一番しんどかったのが、うん、LCC、もうここが激ヤバっていうのが、うん、なんと帰りの便がインチョン国際空港を朝の8時、はい、5分初出発なんです、はい、2時間前につけっていうことは朝の
6時5分5分には着かなきゃいけないの、はい、インチョン国際空港ここから90分かかるの、はい、それだから4時半に乗らないといけないの、うん、でその4時半が始発なの4時半の始発が一番混むんだって、うん、ほんで前にいっぱいお客さんが乗ってたら乗れない、はい、だからもう止まらず行っちゃったりするんだって。そういうことで何台目で乗れるか分かんないんだって。そうでも結構なんか激ヤバじゃん。何分間隔とかで来る、ね、15分か。やばい気が気じゃないね。インチョン国際空港から広島空港まで行くそのチェジュ航空、これに限定される話ではあるんですけども、とにかく朝が早いということで、これはね我々かなり神経すり減らしましたね。はい、インチョン空港へ向かうバスの始発が4時47分。いやいや4時47分で90分かかるというふうには書いてあるんですよ、うん、空港まで、うん、でそれで計算すると8時5分のフライトで2時間前に着いてくださいってとにかく言われてる。で、起きるのが3時半ぐらい、うん、とにかく朝早く起きてそのバスを待っているとリムジンバスを装った謎のタクシーなんかも来るし、ちょっと大きいジャンボタクシーみたいなのが通って、はい、でなんかインチョンみたいな感じで言われるとあ、行きますってなりそうになるよね。いくらかは知りませんけど、間に合わなければそれは使えばいいと思うんですけど、バスを待ってるところに来るからこれなのかなって思っちゃうんですけど、違いますんで、ちゃんとしたバスが来ます。リムジンバスが来ますね、はい、リムジンバスが来ます、はい、そちらの方を乗って向かう。そして向かって我々は90分って聞いてたんですけど70分ぐらいで着いて、もう安心してたんですよ。もうのんびりしてたら手荷物検査の入り口の部分がだいたい30分ぐらい大渋滞でございます。そしていざ入りました。そしたら LCC乗り場が通る。搭乗ゲートがこれ105。うわぁ、うわぁ、オッケー、じゃイノベさん、近くまで行ったらもうそしらぬ顔しとこうね。全く知らん顔しとこう。何がみたいな、ね、広島からね韓国向かわれる方は帰りの時間帯、そして着いてからも油断しないように、はい、なんかあの税金返してもらうっていうのがあったじゃん。あれ1000円も返ってこなかったよね。あれも何だったんだろうね。ちょっとあの一生懸命免税手続きをしてたんですけど、まあ、1000も返ってくることなくただ時間だけが解けてったという、はい、そんなことになりました。はい、はい、ということで、まあ、この広島そしてソウル間の、ね、直行便もできたということで、ぜひ皆さんもね韓国旅行、我々も近々行きたいと思います。それぐらいハマったね、はい、韓国でございますんで、嫌な思いしないように楽しい旅にぜひしてみてくださいませ。はい。